はい、皆さんこんにちは。今日は JR 越後線の内野駅にやってきました。新潟駅からこの内野駅までは20分に1本、1時間に3本の列車があるのですが、ここから先吉田方面は40分から1時間に1本と列車の数が減ってくる、そんな運行上の拠点の駅であります、この内野駅。今日はですね、私が前々から感じていた謎について迫っていきたいと思います。またそこに迫った結果ですね、かなり面白い事実も見つかったのでご紹介していきたいと思います。内野駅の中にやってきました。その謎、謎と言いますか、私が単純にちょっと気になっていただけのことではあるのですが、新潟駅方面から単線の線路がやってきて、列車交換の設備を持つ内野駅にやってきます。その際、画面奥の1番線の方にはまっすぐやってくるのに対して、2番線には分岐をしてホームに入ってきます。それに対して反対側の吉田駅の方面を見ますと、画面手前側の2番線の方に1番線の線路が合流をしてくると、そういった構造になってるんですね。こういったものよくあるのかもしれないのですが、かつて越後線にも急行列車が走っていて、この内野駅も通過していたはずです。その際に一線スルーにしなかったのはどうしてなんでしょうということなんですね。さあ、そしてもうその謎の答えを申し上げようかと思うのですが、実はこの内野駅、もともとは一線スルーの構造だったんです。ではなぜ今のような姿に形を変えたんでしょうか。今回の動画ではその内野駅のもともとの姿、様子、そして現在のように線路が付け替えられることによって生じた遺構、さらにはその原因ともいえる出来事、そしてサムネイルにもなっていますが、わずか1ヶ月間だけ存在したという内野仮乗降場とは一体何なのか、それらに関しましてご紹介していきたいというふうに思います。それではよろしくお願いいたします。さあ、まずは内野駅の構造を比較してみましょう。こちら現在の内野駅ですね。画面右側、新潟方面からやってきました列車、2番線に入るときには分岐をして入ってきます。そしてそのまま吉田方面に発車するときにはまっすぐ進んでいけばいいわけですね。ではこれ昔はどうだったのかということなんですけれども、どちらの方に一線スルーだったのかと言いますと、このようになっていたんですね。1番線の方が一線スルー構造だったということなんです。ということで、2番線に入るときには両方向からとも分岐をしなければいけない、そういった構造だったようなんです。その証拠写真がありますのでご覧ください。はい、こちらです。1975年に撮影された航空写真。画面真ん中に内野駅がありまして、右上が新潟方面、左下が吉田方面となるのですが、ちょうどですね、ここに列車がいるのをお分かりいただけますでしょうか。こちらですね、6両編成なんですけれども、右から数えて5両目あたりご覧ください。列車がですね、このように傾いていて分岐をしているのがお分かりいただけるのではないでしょうか。今でしたら吉田方面から2番線に入ってくるときにはまっすぐ進めばいいのですが、このように分岐をしているということで、やはり2番線方面に枝分かれをしているということがわかるんですね。はい、こちら1975年に撮影された航空写真になります。先ほどお見せしたものの少し西側を写したものになりますが、右側に先ほどの6両編成の列車が写っています。線路はですね、このように内野駅を発車しますと赤い線でなぞったこの線形で少し曲がって吉田方面に向かうのですが、これですね、現在の写真に写しますと少しずれます。その前にこの線路の北側には新潟市立内野中学校の敷地があります。それでは今の航空写真に変えたいと思います。線路少しずれているのをご覧ください。はい、このようにですね、赤い線よりも少し北側に線路がずれております。新川にかかる橋も少しずれていますね。そしてこの矢印のあたりからは、再び合流をしているといった形になります。まず最初にこの赤い線、もともとあった線路、こちらの遺構を探してみたいと思います。内野駅の西側、吉田方にやってきました。右側の線路が1番線、左側の線路が2番線で、今はこのように左側の線路の方に合流をしてきていますが、もともとは1番線の方の線路が今私の立っている方に一直線にやってきていました。その一部は安全側線のようになっていて、その先は砂利で埋められております。おそらくもう線路は残っていないでしょうね。そして当時は非電化路線でした。そしてそこから振り返って吉田方を見ますと、すぐに新川を渡ります。北側に今の越後線の橋があるのに対して、南側にはこのように鉄道用地と思われます空き地があります。こちらの南側を昔は
越後線の線路が通っていました。そしてその向こう側には新川を渡る橋があったんですね。踏切もですね、おそらくもう少し南側にあったものを今のところにずらしたんだと思います。そしてですね、こちらの空き地、このようにですね、よく廃線跡にあるこの木の古い柵、こちらも見覚えありますよね。ここをですね、線路が走っていて、この新川を渡る、その橋はですね、今なくなってしまいました。対岸を見てみますと、おそらくですね、ちょうど線路がありそうなところに盛り土がされていますが、特に橋の遺構は残っていません。こちらですね。なんですけれども、今私が立っているこちら側の岸には、橋台が残っておりますので、反対の岸に行って見てみることにしましょう。はい、やってきました。そうしましたらですね、ご覧ください。今の越後線の橋の南側に、このように、橋台が残っているんですね。ここにもともと橋がかかっていて、越後線の線路は吉田の方に向かっていったというわけなんですね。その方向を見てみますと、このようにまた先ほどと同じように古い木の柵がまだ残っております。そしてここに出ました、この境界区域ですね。ここより向こう側が国鉄の敷地だということです。この辺りからはですね、盛り土がされて残っておりまして、この高いところを線路が走っていたということがわかるのではないでしょうか。あそこにですね、踏切が見えますから、あちら側に行ってみたいと思います。今の橋もですね、かなり立派なトラス橋、ワーレントラス橋というんでしょうか、というんですけれども、当時はですね、航空写真を見る限りガーター橋というんでしょうか、特にですね、こういった囲いのない、そういった橋となっていたようです。はい、その踏切のところにやってきました。そうしましたらですね、今の線路の南側にちょうど線路が1本引けそうな盛り土が残っております。あちら側に先ほどお見せしました橋台が残っておりまして、そして右下のところにも古い木の柵がありますね。ちょうどここを越後線の線路が通っていたわけです。そしてここの踏切なんですけれども、今ある踏切よりも南側、このように後からつけたような黄色い柵と、そしてこちら踏切によくあるこういう柵、これがですね、今の線路とは離れたところにあります。それはもともとこちら側が線路だったということなわけですね。踏切が移動したということです。向こう側にですね、もう一つ中学校の前に踏切がありますから、そちらに行ってみましょう。はい、新潟市立うちの中学校の正門の前にやってきました。ここを振り返りますと、すぐに踏切があります。こちらですね、今この越後線の線路の北側に立っているのですが、その南側にですね、付け替える前の越後線の線路の跡が残っています。先ほどの新川のところからズーム拡大してみますと、このようにですね、細長い土地がずっとここまで続いてきております。そしてもともと踏切があったところもこんな感じですね。今のこの線路には架線が引いてありますが、こちら側に線路が引いてあった時には非電化路線でした。そして中学校前踏切、それがもともとあった場所にはやはりこのように柵が引いてありますね。反対の吉田方を見てみますと、このようにですね、こちら側も同じような施しがなされております。そしてですね、この辺りもやはり南側を少し線路が通っていたんですね。あそこに杭もありますけれども、この辺りからはですね、旧線と現在の線路が距離がだんだん縮まってきて合流をしていくということになります。ちょうどですね、木が生い茂っておりますが、見えなくなる辺り、その辺りで付け替えが行われていたのではないかと思います。さあ、ここまでもともと線路があったその遺構を見てきたのですが、今度はなぜ今のように線路が付け替わったのか、その理由が気になってまいります。今まで申し上げてこなかったのですが、線路の切り替えが行われたのが1980年のことです。その一因、確実ではないんですけれども、おそらくそれに関係はしているであろう出来事がありますので、次にそれをご紹介したいと思います。線路付け替えの2年前、1978年昭和53年6月27日の新潟日報朝刊を持ってまいりました。右側が1面、左側が社会面、19面になります。27日の朝刊ということで26日の話になります。梅雨前線喧嘩に居座る、早出川が増水、5000で300戸避難、上越線など一時不通というふうにあります。
県下上空に居座った梅雨前線で26日も大雨が降り続いた県内では各地で大きな被害が出た。大雨洪水警報下の両津市の264ミリを筆頭に各地で100ミリを超す雨のため家屋全壊3、床上浸水38棟のほか、中間横越村で1人が阿賀野川に転落して行方不明になった。雨の中心が25日夜の上越地区から26日は佐渡、下越、中越に移る中で県下全域で田畑の冠水や道路不通が続出した。特に五泉市の早出川が増水、300世帯に避難命令が出た。夕方からは国鉄の線路が各地で河川の増水によってストップした。特に上越線と国道17号線の両方が止まり大きな混乱となったということで、大変な大雨となったんですね。この大雨の影響で連日ですね、新発田市の太田川、新津市の農大川、越路町の渋見川、五十嵐川、早出川、阿賀野川の崎原温泉のあたりなど氾濫ということになってしまいます。そしてですね、この内野駅周辺の新川、こちらもですね、大きな被害が出たんです。これがですね、一面の左上の写真にあります。ちょっと見づらいんですけれども、右側にですね、橋台と橋桁があるのがお分かりいただけるでしょうか。増水で鉄橋脇の土砂が約5メートルにわたって崩れ落ち、宙ぶらりになった越後線新川鉄橋の付近のレールというふうにあります。そして記事もありますね。午後4時45分には、新潟市の新川が増水、越後線の内野赤塚間の鉄橋を支える築堤が決壊し、列車は内野赤塚で折り返し運転中というふうにありますが、19面にですね、さらに詳しく書いてあります。越後線が宙づりにということになっています。越後線は新潟市内野町の新川に架かる鉄橋、左岸付近が26日夕方、増水した新川によって道床が削られ、線路が5メートルにわたって宙づりになった。このため越後線は赤塚内野駅間をバス輸送に切り替えた。同日午後4時45分ごろ、新川越後線赤塚駅寄りの鉄橋付近の土手で高さ10メートル、幅5メートル、奥行き3メートルにわたって土砂が崩れ落ち、レールは最長部分で長さ5メートルにわたって宙づりになった。レール脇にあるケーブルも石の支柱が土砂とともに川面に突っ込み、通信ケーブルも切れていた。このため越後線は赤塚内野駅間で不通となったということで、今ですね、あの橋台が残っていない方の西側の方の岸のこのように土砂がですね崩れ落ちてしまって、列車走れなくなってしまったんですね。そしてバスの振り替え輸送を行っていました。さあ、バス輸送でですねずっと行っていたんですけれども、時間のロスが多すぎて、これはですね、別の方法を取ろうということになりました。7月11日、新潟日報夕刊を持ってまいりました。普通区間、歩け歩け、越後線汗だくの通勤通学というふうにあります。全文読みます。6.26 梅雨水害で被害を受けた国鉄越後線は、新川鉄橋が傾斜し、8月中旬まで回復不能のため、新潟鉄道管理局は、10日から普通区間を徒歩で連絡するという全国でも珍しい最後の手段を取った。越後線は新川の増水で新川鉄橋の橋脚が現れ、鉄橋全体が上流へ20センチも傾いて、赤塚内野間が不通になった。この線を利用する乗客は上下合わせて1万9500人。このうち1万1000人が通勤通学者。不通になったその日から、新潟鉄道管理局は、越後線曽根駅と内野駅間をバス代行に切り替えた。ところが時間のロスが多すぎ、新潟到着は9時過ぎ。会社に学校に間に合わないという利用者の不満の声を聞いて、新潟鉄道管理局は今度はうちの中学校グラウンド前に仮停車場を新設し、10日から徒歩でうちの駅まで連絡し始めた。550メートル、約10分、ラッシュ時には乗客の長い列が続いているということで、なんとですね、駅と駅の間といいますか、新たにですね、新川の対岸の方に停車場を作って、そこをですねお客さんに歩いてもらうと、そういった手段に出たんですね。ここで誕生するのがうちの仮乗降場ということになります。これが季節が季節なだけにですね、7月11日ということでもう真夏になっているわけなんですね。まあ、こういったこともありながら、こちら8月10日こちらにですね、そろそろと一番列車越後線新川鉄橋が仮復旧というふうになります。こちらも全部読みたいと思います。 6.26 梅雨水害で不通になっていた国鉄越後線越後赤塚内野駅間の新川鉄橋の仮復旧工事が終わり、10日午前4時50分、新潟駅発の列車が開通した。暑い最中の1ヶ月半、
バスの代行輸送、うちの仮停車場の徒歩連絡と不便に耐えた通勤客は開通にほっと一息、駅関係者も一番列車をやれやれと見守っていた。事故直後の2週間は越後曽根、うちの駅間のバス代行、10日からはうちの駅構内に仮停車場を作って、利用者たちは列車連絡のために約600メートルも歩かされた。ほにゃらら会社員は、特に暑い夏で平常より1時間半も早く家を出て毎日600メートルも歩かされたのには参ったと語りながらも開通に一安心だ。一方、12人の駅員に加えて6人の応援体制をしてきたうちの駅は全員休みなしでしたが、これで一段落しました。それにしても1ヶ月半不便をかけましたと、ひとまずの開通に胸をなで下ろしていた。列車はこの日、急行姫川など4本が運休したが、明日11日から平常運転に戻るということで、無事元に戻ったんですけれども、この時はですね、先ほど申しました今の線路ではなくて元々の線路のところに仮復帰をしたということなんですね。はい、ということで、うちの仮停車場、うちの仮乗降場という言葉が出てきたんですけれども、ここからこれについて見ていきたいと思います。そこで、またとあるブログの方にお世話になります。荒町交通博物館というブログがあります。こちらの方はですね、新潟県の交通のことですとか、あとは歴史、風土、そういったものをまとめていらっしゃるブログになります。そしてですね、こちらの管理人さん、荒町経由村上幸さんなんですけれども、実際にですね、うちの仮乗降場に行かれまして、写真を収めておりまして、それをですね、載せていらっしゃるブログのページがあるんです。こちらにですね、私もご連絡させていただきまして、そしてサムネイルの写真の使用許可をいただきました。そしてですね、ここからの動画なんですけれども、そのブログのページ完全にそれに準拠して行いたいと思います。写真が何枚か載ってるんですけれども、それに応じた画角でですね、私も撮影してまいりましたので、見比べていただけますと分かりやすいのではないかと思います。そしてですね、そのページに当時うちの駅で配っていたと思われます、うちの仮乗降場への行き方、それが書かれているパンフレット、それがですね、あるんですね。それもですね、見ていただけますと分かりやすいのではないかと思います。さあ、そしてですね、うちの仮乗降場の場所なんですけれども、右上にですね、うちの駅がありまして、そのまま吉田方面に左下の方に下がっていきます。そしてですね、うちの仮乗降場、新川を渡ったこの辺りに設けられました。うちの中学校のちょうど真裏辺りなんですね。そしてですね、ここへの行き方、そのうちの駅で配っていたと思われますパンフレット、そこにはですね、このように書いてあります。まずですね、うちの駅の、南側が表玄関なんですけれども、2番線のホームからそのまま後ろに降りまして、このようなルートで新川を渡った後に、このように西へとルートを行きまして、うちの中学校のところに出て、この仮乗降場に行くと、こういったルートが推奨されていたようなんですね。これで確か600メートルほどだったようですかね。これをですね、毎日通勤通学の方はご苦労だったかと思います。それではですね、私もうちの駅の2番線ホームからこのルートをたどっていきたいと思います。はい、ということで、うちの駅2番線ホームにやってきました。今1番線には列車止まっていますが、その奥、南側にはちょっと見づらいんですけれども、うちの駅の表玄関ということでロータリーがあります。2番線の北側にはこのように新潟市立うちの小学校のグラウンドがあります。その間には細い通路がありますね。当時は北口はあったんでしょうか、おそらくなかったと思うんですけれども、2番線の方からうちの仮乗降場に行くわけですね。そしてそちらの先ほどご紹介しましたブログの1枚目のお写真がうちの駅の南口表玄関の方の写真になります。そして2枚目の画角がこちらになります。右側の方に降りていった後に奥の方に進むわけですね。線路もですね、1番線の方に合流しているというのがですね、そのお写真を見ていただくと分かりますので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。そして少し西に向かって歩いて振り返ったところが、上から3枚目の写真の画角になります。当時の写真にはですね、ちょうどうちの駅に到着したディーゼルカーと、そしてこの通路を歩く、もうですね、もう炎天下の中、上着を脱いで歩く会社員の方々の姿を見ることができます。そしてこちら側、新川の橋梁が見えてきましたね。そしてこちらが上から4枚目のお写真の画角といったところなんですけれども、当時ですね、もうちょっと踏切は南側にありました。まだ線路付け替えは行われていませんからね。その踏切にも、うちの駅はこっちですよ、うちの仮乗降場はこっちですよというふうな看板があったことが
そのお写真で見て撮ることができます。その踏切は渡らずにですね、ちょっと北側の方に行きますと、その前にこちら上から5枚目のお写真の画角と言いたいところなんですけれども、こちらもですね、やはりもうちょっと南側に線路、橋がありましたから、まあ大体この辺りでしょうかね。復旧に向けて急ピッチで作業が行われているのがわかります。さあ、改めましてうちの仮乗工場へ向かいましょう。この線路脇の道を歩いてきましたが、こちらの踏切ではなくて反対の北側に進路を変えていきます。そしてもうすぐです。先ほど信号が見えていたと思うんですけれども、その脇にですね、新川を渡る歩行者専用の橋があります。そしてこちらが上から6枚目の写真の画角になります。この歩行者専用の橋で西へと歩みを進めていきます。当時の航空写真にも写っていますし、まあと言いますか、ここがルートになってるくらいですからね、ここにずっとある橋なんでしょう。名前は月見橋というふうに言います。そしてこれで渡る川ですけれども、新川と言いまして、実は江戸時代に作られた人工の河川なんですね。人の手で、まあ、江戸時代ですから掘るわけなんですけれども、特にですね、あちらの河口の方、かなりですね、標高高いところがありますけれども、あれ昔左右両方つながっていました金蔵坂と言いまして、そこをですね、人の手で掘っていったわけなんですね。そしてその様子をあの実編者一句がレポートしていたようなんですね。そういった歴史の動画も私動画アップしてますから、ぜひご覧ください。こちらが越後線の橋ですね。さあ、その月見橋を渡り切りました。そうしましたら、しばらくこんな細い道が続くんですけれども、あそこに突き当たりとなっております。ここですね、左に曲がることになります。さあ、こちらの道をですね、左の方に視線を変えますと、こう道があるわけなんですが、そこにですね、先ほど行きました踏切があります。そしてですね、その看板なんですけれども、かなり古いこんな機関車のものがまだ使われているようですね。さあ、そしてですね、ここで左に曲がったんですけれども、もうすぐにですね、右側、また西側の方に進路を変えていきますので、こちらの細い道ですね、こちら歩いていくことになります。さっきよりもさらに細い道路で、しかも両側の家なんかも結構新しめですよね。ここが40年前どういった雰囲気だったんでしょうかね。2、3分ほど歩いてまいりますと、また突き当たりとなります。ここをですね、また左に曲がります。そうすることによってさらに線路に近づくわけですね。そして目の前、こんな立派な生垣があって、中見ることできませんけれども、こちらがですね、新潟市立うちの中学校の敷地となります。こちらですね、左に曲がります。そうしますと、あそこに線路が見えてまいります。そこを左に曲がりますと線路がありますので、ここを右に道なりに曲がります。そうしますとですね、あそこまた生垣があるんですけれども、突き当たりとなります。あそこをですね、右に向けますと、先ほど見せいたしました新潟市立うちの中学校の正門になります。今北側からビデオを回しておりますので、南側にはもともと線路1本あったということになりますね。うちの中学校はここにうちの仮乗工場があった当時からもちろんあるわけなんですね。こちら先ほど見せいたしましたその正門になります。そしてうちの仮乗工場への入り口なんですけれども、この正門から踏切に至るその途中にあったんですね。と言いましても、ほんのこれだけの幅しかありません。どこにあったのかと言いますと、この木の柵ありますよね。どうやらここがそうだったようなんです。上から8枚目、一番下の写真を見てもらうとわかるのですが、ここはもともとネットではなく木で仕切られていたようですね。その一番手前にあったのが上から8枚目、時刻表です。そしてですね、この辺りから奥の方に行けたようなんですけれども、ホームがどこにあったのかということなのですが、これはですね、何回も申し上げておりますが、線路はもうちょっと南側にありました。ですので、今線路が引かれているちょうどこの延長線上、この辺りにホームがあったのではないかと思います。画面の右側のところから奥に入っていってホームに上がるわけですね。上から8枚目の写真をご覧ください。そして豪雨災害から1ヶ月半ほど経った1978年8月10日に、この新川の鉄橋も仮復旧ですが終えまして、うちの越後赤塚間も列車が通るということになったわけです。それによりまして、うちの仮乗工場の役目も終わったわけです。ちょうど今のところがですね、上から8枚目の写真の画角になるのではないかと思います。
当時の踏切の今真上に立っているあたりですかね。そしてですね、その2年後に今の位置に線路が付け替えられます。これが本復旧ということなんでしょうか。新しく立派な鉄橋を作って、そちらの方に線路を移したという形になります。今回はですね、内野駅に潜む謎からこういった歴史を見ることができました。それではですね、ご視聴いただきありがとうございました。